全く想像もできませんけれども、霧の琵琶湖バレーという結論ですかね。バスに乗らないといけないんで走りましょう。あれ揃ってます？はい。ああどれだよ。外にあるそれ。とりあえず乗りましょう。資料貸し。資料貸し。もう今もう。なんか今日来てる人ほとんど外国の面々ですね。ほとんど中国人ですよ。なんかギャオ言ってます、はい、でも中国人と日本人とちょっとわからんとこありますよね。1700円ですよ片道多分。上がった、上がった。マジで去年の夏ですよ。団体とかじゃないしね。片道登山用。はい、あ、シェシェ。つけていただきます、ね、はい、どうぞ。アルバイトも全部中国、中国人の街。あ、来た来た来た、上から。これ結構ね、絶叫しますよ。あの一回こう行ってこうなるとこがあって、こうなるんですよ。開きます、ご注意ください。どうもありがとうございました。あ、ちょっと冷蔵庫の中って感じだね。常温よりもちょっと低い感じ。あ、こっち、うん、あ、まあどっちでもいいです。まあまあやな、こっち側の景色見れるやね。よかった、こっちは雲やけど、あっちが、ね、ねえ、え？もくもく。あ、もうこの辺から行きまーす。かっこ、まあまあなんかこう、こう、あ、またもう一瞬で雲消えたわ。こんなんかな、一日中ね、ちょっとその森のオブジェ見に行きます。一人でここで1時間写真撮って、もうずっと写真撮って遊んでた。こういかがですか、この青い。本当はね、琵琶湖がビャーって見えるんですけどね。わかった、これがあれか、ジップラインの釣り具やな。うん、ジップラインあっちなんですよね。こっからやってるのかな、ジップライン。なんでこんなとこ置いてるんですか、これ。見てください、あれ、ロープへ吸い込まれるように。そうです、もうこんなね、登るところほとんどなく、ロープウェイで行けるところでっていうリクエスト。ザ・ワールドらしいですけど、撮っときましょうか、ここで山頂踏んでることよし、登った感あるな。みんな適度に疲れてそうそうそう、登った感ありますね。あのコースだけ言うときますけどね。そうね、北方道はそこを、そっから上がってくる、ね、ここに、ここに上がってくる。滋賀の駅からここから下るのが地獄ですよ。もうほんまどっから下っても地獄ですけどね。登りたい人もいますから、歩きたい人は歩いてください。私はもうさっきの中国人のガイドと一緒で、喜んでもらったらそれでいいです。降りていくときに遊具で遊べるみたいですよ。ちっちゃい子供か 犬連れか。え、いや、ちょうどその体のね状態あるんでしょ今。家に、はい。どっから出てくるの？え、ランダムってこと？それは反射神経めっちゃありますよ。え、なんか詰まってるとか、同じとこしか出てけへん。あ、早い、早いわ。早かった。何年だ？
リフトこう来るでしょ、もう何にも見えないですよ、ガスってこう上がります。ありがとう。鉄アレがちょっとチェックしましょうよ。いやでもこの間ね、佐賀と直子の荷物チェック、荷物チェックしたんですよ、うんうんうん、でもみんな同じ、はい、うーん、1個ずつが重いんですかね、今日なんかお風呂の用具入ってない、キャベツ3つ僕個人的にだって3回買い替えてますからね、ここに行くまでに。おっさんまくまで売ってるかは分からないけど、おっさんまくに言うからもうびっくりするわ、なんかバリバリ中国製の重たいやつじゃん、なんかね、それね4000円でめちゃめちゃ軽いんですよ。このゴムの時点でこのゴムが、じゃあ降りますぜ。最近天白チームがね、はい、天白チーム内でしか盛り上がってないから、はい、他の人がちょっと近づきにくくなってんじゃないかなと。ああそれはあるかもしれない。でも多分1回切りのためには未然にを切るのがみんなやっぱり決意できないでしょうね、多分ね。小城老外家に行きますよ今から。小城老外家横浜行ってからの話はね、正直あんま分からないですよ、どうなんのかは。ああ山関係で楽しまなあかんってこと。ああまあでもその長野までは行かないと思いますよ。高尾山とかそこそこお金かかりますし、僕はもしやるんやったら中間地点の方がいいんちゃうかなと思うんですけど。下から登ってくる人とすれ違いますね。いやもうだって計画する前に何も計画立てられないから。小城老峠よりも小城老池の方に行くんけど、ちょうどあこだんだんの椅子になってるんですね。ねえ笑いますね。あれ中高年ハイキンググループ定番のおやつタイムに入ってますよ。めっちゃ綺麗やで。めっちゃ綺麗。YouTube。もうなんかもう直子の大冒険をしてる。直子の大冒険でしょ。直子の大冒険で今回タイトル変えて。や、八雲池もね人気スポットですよ。あのお昼の天白地としてもちょっと今日は調査をね兼ねてますね私は。小城老外家も水がねほんまにため池みたいになってるし、ちょっとわからないですよね。その見てくださいあれ、池でしょ単なる。どっかにあるのかな、これ一周できる、一周できるみたいですけどね。ずっと覚えてない。そうなんですよ。どういう場所なんですね、ここ。レイクですね、レイクですね、温度ですね。ちょっと飲めなさそうですね。飲めなさそうですね。きついな。先のところじゃないんですかね。浅いんですか、深いんですか。何やろ。この道がなんとなく踏み跡になってるから、ここどうですか、これちょっとなんか小高いけど、そこ、なんとかなると思う。なかなかのこのテント、開封作戦。うわ虫多い、コバエがめっちゃ多いですね。汗を吸いに来てるから僕の水分を欲してるんでしょうね。はい、ハエくんたち何これ、ハエだらけですよ。僕んとこだけ、ここいや多分黄色に来てる、めっちゃ来てるよ。黄色やからそういう運命なんかな。え、ボって言うんじゃないですか。あはーはーはー、そんなにハエがハエ野郎。あそうなんですか、知らんねんけど。皆さん食べてくださいよ、どうぞどうぞ。歩いていける。あ国分川地さんがいなかったら多分みんなやってないと思う。僕もやってない、やってるとしても一人でやってると思う。全て今年は運営がうまくいったと思います。もう本当にもうそれは滝山は行
ったんですか？伊吹山？11月ぐらいまでダメなんでしょ？うん、結構。そう、タマさんがそうやって言った。あれチャンネルです。あ、ありがとう。すみません、川地さん、あのもうなんかね、乾きもんばっかり、はい。これ皆さんもう片付けに入ってるのかもしれないんですけど。最初僕このテント場所仮にこれめっちゃ軽い。今日ちょっと僕ねポールを原料ポール、これ原料ポール軽い入れさせて。ああ軽い。軽いでしょ。400g やけど。ほんまや。200。これを番号変えた。L1 とか1とか3は。R だな。来たのは良かった。橋は L。L。壊れない。なんかこれちょっと合わない。L 貸して、誰も L。L5。それ壊れてるから入れるから。誰か足。L は R。10時。そうや、10時。仮にポールがね、開いたりしましょう。これね、4辺のところに、このグラウンドシートを。これテントなんですか？さしてください。この、ここの。あ、すごい。すごい。え、これ作ったんですか？手作り。すごい。あまりね、遊んでると思ってたんですけど、ごめんなさい、すごい半分遊ぶ。半分遊ぶ。すごい、意外と、マジで、ごめんなさい。ちょっとあの、そうや、これ3回ずつ高い。すごい。ごめんなさい、私ちょっとあの、また何して遊んではんねやろうと思ってて。僕の夏休みだよ。すごい。これ息子って言ったら、はい、これ、で、ちょっとこれね、こっからがね、グラウンドシートにホックを、下のホックを、あ、ホックじゃなく、グランドシートの下でいいので、穴に入れてください。ポールの穴を穴、そうそうそう、違う。ポール、グランド同じように、穴あるでしょ。穴の先を穴に、ポールの先に、下からでいいんですよ。あ、そうそうそう。下から。あ、OK。そしたら、この引っ掛けるやつ、こうやって、かけて。あーって。でもこれ、乾きました。すごい。これね、アルミだったら、ちょっとシャキッと張る。アルミじゃ張ってない。たら、こうペグを1本ずつ、4辺、ここがね、紐の話です。なるべくね、グラウンドシート側を引っ張って、あ、だから4辺を、このグラウンドシートをピンと張る。とりあえず、これでもいいから、強め。4辺、どうですか一応この張り。オーバー。これは、プラスで、ホックをカチッと。ペアで。あー、なるほど。これは、そうそう、ペア張って。ある程度でき横のなされた元々があもちろんこれを引っ張ってテントがよくあのうんこれクラウドアップ2ってやつです二人用なんですよもう一個行きましょう今度この距離をねこれ以上使うのも大丈夫お買い上げしますかありがとうございます車で寝るより車で寝るに比較されたそこまではいらないんだけどテントは真っ暗ですからねもう未練はないですかここやっぱり支流ゼロですねむしろここから流れ出してる感じがして。さあどうでしょうかこの見晴らしのいい絶景を見てください。あ、ここもテント張れるじゃん。ね。いいかも。え？教えれました、ね。ああ。お出るんですかこれひょっとして。お出るでしょ。大比叡山。下の方見る下の方。霊山山。ああ、当てる。でしょ。はい。素晴らしい。やった。もうあそこの、そうです。あそこ、山頂の三角点の標識立ってましたね。どうぞ。よう頑張りましたね。はい。そこです。ここまで来た。あ、御殿山じゃあわ。権現山。御殿山は船ヶ岳のあれ。全山。ここを天白地として。場合によってめちゃくちゃ風吹いちゃいます。ええ、もう風も雲も来ますよ。こういう山頂ってやっぱり適してないのかな。
いや、動いてくださいよ、前半は多分岩場200メートルぐらい降りるんちゃうかな。景色はあ、そうそう、テントもしくはかで、この辺にこのコミュニティに見たんですか。もうなんやかんや言うてね、この集まりもそんなみんな残ってるわけじゃないです。バラバラですよ、はい、結構ここ急ですよね。これってあの北があそこの何古城楼のとこから降りるとことあんま変わらへん、はい、歩いて下山してきましたね。5時20分ですよ、もう5時20分、結構ね長かったな。ほんまですか。こっからですか、トイレまで。トイレまでは2、30分でも、あの道の駅自動販売機とかあると思う。ほらそこでタクシー呼んで、そうしますか。元気ない。